にちは、橋本達瑠です。今日はですね、僕の思い出の場所に来ています。というのもですね、9月頃に、てじゅくんの、主演されているライフイズという映画の撮影に来てたんですけれども、休憩中にてじゅくんと一緒にカフェラテを買いに来たんですね。その時にてじゅくんにここを写真を撮ってくれとお願いされまして、で、それでてじゅくんの写真を撮っていろいろ写真の撮り方を教えてもらったとっても貴重な僕にとっての思い出の場所でございます。それでですね、じゃん、本日はライフイズの撮影日でした。イエイ。はい、ということでですね、僕も、てじゅくん主演のライフイズに出演させていただいておりますので、ぜひ、楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。そして、12月の26日に第2回橋本達瑠オンライントークイベント開催されます。イエイ、やったね。はい、これはですね、12月は僕が誕生日なんですけれども、あとクリスマスがあるということで、僕がサンタのコスプレをしちゃいます。初めてコスプレします。恥ずかしいけど、でもやっぱ楽しんでいただけるならと、面白そうだなと思ってやりますので、ぜひ皆さん買っていただいて、僕と一緒にお話をして楽しんでいただけたらなと、楽しい時間を過ごせたらと思っております。よろしくお願いいたします。それでは以上、橋本達瑠でした。バイバーイ。ここからは天の声が質問します。今回の監督、島田剛監督でした、はい、いかがですか。僕は監督ワークショップで、レッスンで社長の教えていただいてるんですけど、やっぱり現場でのこう空気とか全然違ったりして、社長のこうアドバイスといいますか、とか企画ですごい僕は勉強になる撮影でしたね、現場でした。9月にてじゅさんが撮影をした時も手伝いでね、入ってくださいましたけれども、まあ、自分も最終的に出演することもできましたし、まあ、この作品がすごく特別なものになったと思うんですけれども、はい、いかがですか。いや、もうそうですね、おっしゃる、まあ、まさにおっしゃる通りで、僕がてじゅくんのその撮影をのお手伝いさせていただいた後にオーディションで受けて、それでこの作品に関わらせていただくようになったので、おそらく人生でも一番に入る思い出の作品、すごい貴重な作品になっていると思います。まあ、手伝ったからキャスティングされたわけじゃないからね、ちゃんとねオーディション受けて決まりましたので、はい、今後とも成長を続ける橋本達瑠をご覧いただきたいということですね。よろしくお願いします。はい、本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。また初めからやり直